あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、じゃあとりあえず次のダンジョンっていうかな、まあ行こう。マネ人を連れて出発するか。はい、出発する。ではマネ人を目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒヨ、イーナンアゴマサリトヒヨ、キエーイ。よし。で、トーテム。はい。ん？あ、これでいいんか。で、水源エリアの、帰らずの淵。で、弓矢がある剣、コキリ族の衣装で。帰らずの淵1。とりあえず、トーテムで移動できない。あれ？ちょっと待って。あ、そっか、ジャンプとかないんやっけ。とりあえず、水の中トーテムできんもんね。ちょっと待って、ウォーターロッド。真ん中にアイテムが集まっとんね。でもさっきのってさ、ぶつかるしかないことね。あ、違う、こっち。で、こいつが弓矢を取らんといかんけん。なんか、前にさ、このコキリ族の衣装を着とるのに、爆弾を取ってしまった時があったけんね。あれめっちゃ意味わからんかった。自分がしたんやけど、おー、上がれない。これ草超邪魔やん。よし。これちょっとさ、ハートとか出てこんかな。一旦ちょっと草切っとこう、邪魔やし。で、違う。ちょっと待ってね。一旦、またトーテムになって、次これウォーターロッド使えるけんね。で、ここの、やばい。あれ？そういうことか。ちょっと待ってね。戻って、こう、からの、こう。やべえ、鉄球まで。で、赤を、こっちの方に連れてっといて、違う。んで、間違えた、剣。で、オッケーやね。オッケーじゃねえわ。これで、よし、オッケー。あれ、オッケー。いや、ちょっと待って。落ちたわ。何がしたいんだい？いや、投げた。ちょい、みんな投げた。うん、これで、次、こっちに渡って、よし。いけた。あれ？待って、なんで？今一瞬上がったのにさ。いや、待って。はい。で、これでそのまんまこっちを当たってって、これ巻き上げれるよね。巻き上げるっていう言い方があっとんかどうかはちょっとわからんけど、お金みたいな言い方やけど。これで、ちょっと待って、そこにさ、弓矢で、よし。あっこにもある。あれはこっちか。こっち？あれやね。で、よいしょ。多分一段じゃ無理やけん。これポイッと投げて3段かな、あれ違う、2段か、2段でよし、開いた。開いたけどまだあれ開いてないよね。あ、違う、またこれ水を上にせんといかんけん、これでまたウォーターロッド、よしで渡って、そのさ鉄球も一緒に持ち上がるのはちょっとよろしくない。あ、こっち、あ、ここにもあるやん。ちょっと待って、多いよね私。またねーし、おいし、お、あっこにも。んでもあっこさ壁があるんやけど、あの壁はタコおるし、タコ巻き上げ、ちょっと待ってよ、マジですか。はい、出てこい。これで、あ、もしかしてこっちが3段な感じかな。これで、ちげえわ、方向ちげえわ。これで、ちょっと一旦タコ巻き上げて、こいつを、おし。で、持ち上げて、こう。おし、いた。あ、そっか、あれの爆風でってことか。なるほどね。んで、この狭いとこでいける？多分上に行かんといかんのやけど、ちょっと一旦こっちにさ、投げるよ。あー、そっかそっか。ダメージは受けんのよね。ちょっと待って、二人どこ行った？二人というか、なんというか。あ、なるほど、こっちに。ってことは、これで、一旦泳いでまた戻ってからの、おし、これで、てかこれでどうすればいいんやろ。ちょっと渡るよ。渡って、あ、ちょっと待って、そこに宝箱が、よし、向こうにルピーもある。20ルピーゲット。20ルピーゲットで、ちょっとこっちのも。よいしょ。5ルピー。お、そっち側からちゃんと持てるんやね。でもそっち側から持てても。危なくはないんか。で、ちょっと向こうに渡って。あれっていうか何がしたかったんやったっけ？で、これで、これで上に上がっていけばいいんか。あ、そっかそっか。さっきこっちにおったときに、弓矢のやつやった。あれ違うよ。こっちじゃないよ。どこ？あっち？こっち？あ、そっか。あそこに。違うよ。ちょい写真写したー。あれで上ってことか。合っとる？なんか金網みたいなの貼っとったけど、こっちで合っとるっけ？ちょい。そういうことね。こっちや。合っとる。よし。あれ？よし。帰らずの淵に。これは上に上がっていくんか。ってことでまた、ちょっとトーテムで、壺巻き上げた。よし。これはアイテムなんか入ってないんかな。お、ハート、いい感じ。違う。なんかこのさ、水がどういう感じに、どこでなるんかがわからん。お、これで。これで。そこなんも出てこん？出てくる？なんもないね。なんかこの、すぐさ、真下がなってくれればいいのに。お。え、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで。マジで。これね、とりあえず、ちょっと。ちょい。やべえ。やべえじゃ、体力。あ、やばい。待って。ゲージが。すげえ無駄打ちが多いんだ。私。しかも向こうにもタコ出てくるけんね。しかもこれ3本やけんさ、ちょっといまいちどの辺なんかがよく。ん？これで？あいつ多分段が違う。3段？っぽいよね。はい、来た。あっちにもおる。これは？ちょっと一旦あっち渡ろうか。いや、あっち渡ろうかって渡れねえし。これで、向こう渡って。あ、間違えた。あ、ごめんね。おっしゃ、行ったと思ったらまた現れる。あー、ちょっと待って。どこからよ。ちょい、それは。よろしくないよ。で、あとあいつ。おし。いった。はい、いける。もうやばいんだけど、どうしよう。どうもできんけど。どうしようとかどうもできんけどさ。おし。オッケー。ほい、帰らずの淵さん。あ、おるやん、これ。ちょうどいい感じに。回復のが。あ、ちょっと待って、上行かれた。え、嘘、マジで？同じ、なんていうん？同じ高さにおらんといかんとか、そういうやつかな。どういうやつや。とりあえず上に、なんかあるよ。え、なんか回った。え？あっこにカラスがおる。ちょっと待ってね。あのカラスちょっと先にやっつけとこう。めんどくさいし。やっつけた？一発？ああ、よかった。てか今すげえ落ちるかと思った。あー、これ。こいつ。あー、なんかあっちの上にも行けそう。てかこれどうすればいいんやろ。回して。あ、なんか来た。あれ？なんか来たけど。これさ、全員が乗ったらこれ回せんよね。この赤一旦こっち置いていく？あ、あれなんか打たんといかんやつや。え？打たんといかんやつ。ってことはちょっとこの上でバラバラになって。で？あ、これで。へい、いけた。開いた。あ、なんかあっこにもあるね。え、あっこにもあるはいいんやけどさ。んでもってこのカラス邪魔。なんかどっかからタコも。あれ、ちょっと待って。へい、危ねえ。あ、ちょっと。いや、違う。あそこ、あれは、あれ2段じゃ届かんかったってことは多分3段か1段かってことよね。いや、ちげえ。斜め打ち難しいな。お、いった。あ、で、やっとあの上に行けるわけや。あれ赤。ちょっと待ってね、赤。赤も向こうに。待って、ちげえわ。こいつら下ろしとかんといかんのか。この二人ちょっと取り、あ、ってかこれはあ、関係ないかな、もしかして。あ、全然関係ないかもしれん。あ、向こう行っちゃったし。違う。あ、てかあれやん。回して、こっちから私ら渡れることない。ね、渡れた。へい、渡れた。んで、ちょっとさ、こいつ。あ、ダメだ、当たらない。これで、あー、向こう行った、違うわ。やべえ、全然違うわ。こっちだ。こっち回して、へいへいへい。で、私がこれに乗ってくやん。あれ違う。待って、あの子こっち来れないよね。あの子こっち来れないから、ちょっと。あれ違うよ。なになに今。今私ボタン押したなんか。これで。じゃあ動いてない。こっちや。こっち。やって。めっちゃ通り過ぎてくんやけど。んで、よし。で、お、これで。これであのタコをちょっとやっつけたいけん。これで。よし。いって。赤持ち上げて、で、ウォーターロッドで上に上がりたいけん。これで。で、この上か。あ、待って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 。ちょっと。へい。ああ、よかった。ちょっと一瞬焦ったね。てか、またあるやん。これは一体どこの何。よいしょ。これか。これっぽいね。ってことは、ここもまた、一人置いてった方がいい。で、じゃあまたちょっと赤を、青でいっか。うん、青を置いていこう。で、二人で乗って、あっこなんか、今カラスおったよ。ってことは、ちょっと先にやっつけとこう。2段かな。当たらない。あ、当たらん。ちょっと待って。これは3段か。で、ここ邪魔。あ、ハート。これで当たる？へい、いったぜ。で、青が残って、で、この2人が、動くと。あっちでもなんかある。よし、これで。お、来た来た来た。で、こっちも動けばいいんかな。通り過ぎてくけど。違う違う違う。間違えた間違えた。こっちを動かし、動けいい。うん、こっちを動かして、あー、危ない。んで、こっちも、あ、違う。こっち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 。と、これを、あ、タコ。これも。よし。宝箱ある、宝箱。へい。20ルピーゲット。で、上には、あー、これや。怖っ。おー、なんかちょっと怖かった一瞬。で、これ回して。で、青が合流。あ、違う。青動かしよるつもりやった、今。よし、これでいける。で、あとはこの上違う。よし。あ、ある。あるある。よし、オッケー。帰らずの淵4。4ってことはボスか。ハート4つぐらい回復しとこう。ここね。よし。ボスは3人とも下に降りなければ出てこなかったから、今まで。お。あれって一体何？魔法の壺？どうやって使えるんあれ。よし。あ、魔法の壺ってあれ？横のゲージかな？あ、ほらほら、なんか回復した気がする。あれ？で、あと。あと体力1個。あったー。よーし。これで。オッケー。で、多分今まで通りやったら最初は1段から。お、なんか前にこんなん出てこんかったっけね。あ、違う、ちょっと緑で怖い怖い。前にさ、これのなんか男版みたいなんおらんかった？今回なんか女の子みたいな、まつげが長くて、なんかハートゲットした。まつげが長くてティアラつけとって女の子みたいやけどさ。ね、これどうしたらいいんやろ。なんかハートめっちゃゲットするんやけど。水の中にもあるん。ね、これどうしたらいい？どうしたらいい？どうしたらいい？これ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 。これ。これ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 。これこれこれ。え、全然攻撃してこんやん。何も当たらんしね。ほら、何も当たらんしね。ちょっと待ってね。へいへいへい。うん、なんも。お、ハートが。やっぱ水中にいっぱいあるやん。まあ今何にも回復する必要ないけど。あ、びっくりした。びっくりした。ちょっと待って。怖い。2段やし。ちょっと待って。あ、そういうことか。あ、ちょっと待って。ああいう状態になったら、水で浮き上がらせたらいいわけや。なるほどね。お、いける？ほいほい。はい、来たぞ。来たぜー。これで。あ、そっか。深い場所に行ったらまず始めれんけん。これで。あー。ゲージはよ溜まってくれい。よし、来た。怖い。次3段。はい。はい。撃たないで。まだ？え、3段で終わりじゃないん？ちょっと待って、とりあえずもう1回。おい、来た。で？え、通り抜けた。え？ちまちま、怖い。あれ、通ってもう。怖い。え、あれめっちゃ高くない？ 4 段ぐらいいるんじゃない？あ、ちょっと待って。こっから。この辺からとか。あれ、効かんね。あ、もしかして、ちょっと待って。上に。これで。はい、聞いた。おっしゃー、いった。めっちゃカービィみたいな顔しとるね、あの子。まあ、まつげはないけど。おーし。最後になんか、ボス倒した後にばらまかれるこのルピー。これ全然集めれたことないんやけど。ね。これで、はい、そこの、よし、投げた。投げた、投げた。これで、あと上に上がっていけば、上がれねえ。上がれねえ。ちょっと待って。ゲージが。おーし、いけた。へい。へい。はあ。はい、帰らずの淵クリア。これ。淡水ワカメを手に入れた。淡水ワカメ。これ服の材料なんやろ？ワカメ。あの糸欲しかった。だから糸を、ワカメで作れるん？帰らずの淵クリア。やったね。どんどんお金が貯まってくよ。ルピー79。あなたがコース内で撮った写真です。ちょうど爆発した瞬間っていうね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。